はいどうもみそこちゃん、エルツです。ということで今回なんですけども、来ましたね、ワールドトリガーコラボ開催決定ということで情報が出ました。はい、ということで4月21日からね開催ということで、今回出た情報をまとめて紹介していきたいと思います。では早速、ガチャ限定ゴマ見ていきましょう。こちら、はい、ということで今回のガチャからは S ゴマ9体 A ゴマ5体の合計14体が登場しますということで、めちゃくちゃボリューミーですね。やっぱコラボって感じしますね。ということで1体ずつね、見ていきますんで、結構な、ボリュームになると思うんですけども、まあ、自分のね見たいところを飛ばしながら、見ていただけると幸いです。では見ていきましょう。はい、ということで早速見ていきましょう。名前が陣雄一かな。ちょっとね、僕名前が分かんないんでね、読み方が怪しいんですけども、スキルが雷撃と、神誕条件で自分の神ゴマ1枚につき650の雷撃、最大4000と、でこれがコンボスキルも同じものがついていますよという感じになっております。ということで、まあ、囁き専用の雷撃アタッカーになってますね。まあ、囁き専用というか、まあ、枚数条件は一応ないので、まあ、点結だったりとかね、神壇のバランス系デッキにも一応採用はできるという感じですね。まあ、ただその場合は他にライバルがね、強いところが多いので、まあ、基本的には囁きの運用になってくるんですけども、まあ、使用感としてはね、マドカに近いかな。雷撃版マドカっていう感じがしますね。で、これ結構強そうだなっていう感じがしましたね。まあ、囁きのね、特殊アタッカーって結構、まあ、条件ね、4枚条件とか5枚条件とかあって、火力が5000とか6000とかね、出たりするんですけども、まあ、それとは違って、結構軽めに打てるようなアタッカーになってるんで、しかも雷撃なんでね、この最大4000を雷撃で出せるのも強いんですけど、上昇値が高いんですよね。なので、割と早い段階で、まあ、囁きで使った場合ですけど、高火力が出せるんじゃないかなというところでございます。なんで、まあ、ギリガメッシュ入れて、で、今までの、まあ、特殊のね、強いアタッカー2個だったり、武士系だったりを入れて、残り1枠のアタッカーに、この軽めのね、ジンさんを入れるっていうのもありかなと思いますね。で、残り1枠はサポート枠でフリージアか、進化マルデュークとかね、この辺を入れるといいんじゃないかなっていう感じですね。なので、この駒を最大限に生かすんだったら、もう囁き一択かなと思います。はい。で、ちなみに囁きのリーダーはですね、超駒パレードっていうガチャがありまして、これがね、強いキャラが大集合なんですよ。ワートリも魅力的なんですけど、超ゴマもね、すごい魅力的なんですけども、これがね、確か4月30日か5月1日、まあ、どっちかに来るんですけど、この中にですね、ギルガメッシュっていうね、ささやきのね、もうすごい強いリーダーがいまして、なので、それと組み合わせて使うと、めちゃくちゃ強いと思います。で、もちろんね、そのささやきゴマはね、ないよって方に関しても、一応、神壇であれば、使えはするので、まあ、コマがない方は、まあ、神壇のマルデュークとかね、そういう純耐久系デッキに採用するといいんじゃないかなっていう感じです。はい。はい、続いて、コナミキレイ見ていきましょう。スキルが雷撃ですね。神壇条件の3ターンの間、このキャラも含め自分の神ゴマ1枚につき500の雷撃、最大1400と。で、コンボスキルが神壇条件の1200から始まって、自分相手の両方のコマ1枚につき120上昇、最大3600となっております。ということで、これね、スキルがいいところがね、ターン開始時じゃないんですよね。なので、すでに神ゴマが1枚あった場合、このコマ出すと1000ダメージが出るという感じになっていますね。なので、上昇値は低いんですけど、まあそういう仕様があるんでね、割と最大ダメージは出しやすいかなと思います。ただ、まあこれ使うとしたらね、転結とか、あと神棚の純耐久とかねになってくると思うんですけども、あとささやきも入るんだけど、ささやきはね、さっきのジンさんとか他にもっと強いアタッカーいるのと、あと転結だとね、キリュルっていうね駒がいまして、あれがくさび1本あるだけで、3ターン1400っていうね、でコンボスキルも雷撃なんで、まあかなり強いよっていうところがあるんで、まあライバルが強いんですよね。となると、神壇の純耐久かなと思います、使うとしたらね。なので、マルドゥークリーダーとかヘステアリーダーで使うと、まあ、強いよっていう感じにはなってますね。でコンボに関してはね、初期値がある分安定したコンボスキルになっていますねというところで、120上昇なんで、高校8段目で、最大が出る感じになっていますよというところですね。で、あとカップ戦でも強そうですね。で、ちなみに東進の S5 までいうと、ライバルとしては、10日のラムシュット、あと10日のペトラがいますんで、結構ライバルも強いんですけど、ただ、まあ、このコマもね十分強いんで、全然カップ戦でもね活躍する可能性があるかなというふうに思います。はい。で、あとさっきのジンさんに比べてだいぶ初心者の方でも扱いやすい性能ですね。さっきのジンさんは、まあ、中級者から上級者向けかなって感じなんですけど、こっちの方がね、最大値もね3枚で出ますし、で出したターンのコマも枚数に含まれるし、でコンボスキルはもうターン数立っていけば勝手にね火力上がっていくんで、もうかなり扱いやすいかなというふうに思います。はい、はい、続いて泉光平見ていきましょう。スキルが自分のキャラゴマ1枚につき1000の特殊、最大3000と。でコンボスキルが自分のキャラゴマ1枚につき1000の特殊、最大3500
500となっております。ということでパッと見の印象としては本当に初心者向けだなっていう感じが、しますね。というところでもう単純なスキルですね。もう3枚この駒置いたのも含めて3枚あれば、最大3000が出ますと。でコンボスキルは4枚あれば3500出ますというところになってまして、まあ、火力も十分ですかね。まあ、ただ、他の駒でいうとトールとかがいるんですけど、まあ、トールはね今スキルバッジついてるんで、まあ、弱体化されてますけども、なのでパッと見の印象はね調整されたトールっていう感じが、しますね。ただまあビブサニアとかそういうねあの他のライバルも強いんで、まあその辺手に入れちゃうと出番は少なくなるかなって感じは、しますね。なんで本当に初心者の傾けっていう感じですね。扱いやすくて属性制限もなくてダメージもね十分出ますというところなんで、まあ当たったらねとりあえずデッキに入れてみていいんじゃないかなというふうに思います。はい。でまあ上級者向けの話をするとカップ戦ですね。カップ戦に関しては術師ね持ってるんですけど、術師ねライバルが強くて、まずマンドラから進化のマンドラと、であと神探条件でいうと、マルドゥークいます。はい、進化マルドゥークいますと。であと魔獣で組むんだったら、まあ、リアンツィール下がってるんで10日のクーパーも一緒に下がるというところですし、さらに執念ヴィーナスとかね結構ライバル多いところなので、まあとはいえでもカップ戦環境においてこの火力この使いやすさでいうと、まあ割と出番がある可能性はあるのかなっていう感じはしますね。はい、はい、続いて久我雄馬見ていきましょう。スキルがベノムヒールですね。まあ10枚以上15枚かなんで、まあデッキでは使えるけどまあターンでは使えないという感じですね。はい、自分の HP 減少してないほどダメージが上昇、最大3200の毒減少するほど回復量が上がる、最大3800と。でコンボスキルが相手のキャラゴマ1枚につき750の毒ダメージ、最大4000となっております。ということで、ベノムヒールですね。まあライバルとしてはね皆さんパッと浮かんでると思うんですが、10日のリアンツィールがいまして、あの子がね全く同じ条件、10枚以上15枚以下で2ターンなんですよね。2ターン毒が2200、回復が2600、これが反比例していきますよということで、最低アドバンテージが4400なんですよね。で最大値としては5200まで、伸びてくるんで、どうしてもアドバンテージに関しては、まあ、リアンツィールの方が上にはなってくるんですけども、ただねこの子にもいいところありまして、まず一旦完結なんで終盤に引いてピンポイントでここを耐えたいっていう場面に関してはこっちの方は強いです。はい。でもう一つねいいところが、リアンツィールってね今進化の方がよく見かけるんですよ。うん、進化のリアンツィールリーダーってのが強くて、でオスロニアのね使用上進化と10日は一緒にいらないんですよね。そう、1体までしか同じ駒入らないんで、進化のリアンツィールをリーダーにしてこれをサブに入れるっていうことができるんですよ。なんでリアンツィールと共存ができる、そこがねいいところなんで、そういう感じでね活用していけるといいのかなというふうに思いますと。で初心者の方に関してはデッキセットがねクエストを進めていくともらえますんで、でまあ神マーリューともらえるんだけど、その魔のデッキセットだね。ただ、このデッキ条件の通り全部魔属性にするとスキルが発動しないんで、この魔デッキセットの駒のうち何駒かを神属性に変えてあげるといいのかなというところでございます。で HP も高いんですよね。プラスフルト2300近いんでかなり優秀ですね。でここはね、中上級者向けの話なんですけども、まあどうしても魔獣のねサバークってまあライバルが多いんで、進化マニアだったりとかね、トーカボフメットなどねいますんで、まあ、そこら辺と比較してどうかっていう感じではありますね。であと、カップ戦に関しては英傑院です。英傑院でこの性能は強い。マゴマエスの英傑院だと進化のメレベールがねいるんですけど、そう直近でね3月のカップ戦なんかで活躍したんで結構記憶に新しいかと思いますが、まあ、それに比較しても、まあそれに匹敵するかそれ以上の性能は持ってると思います。 HP も高いしね。はい、ということでカップ戦見る方はこれ取っといていいのかなと思いますね。あとロイヤルの、魔獣のヌラリヒョンですね。ヌラリヒョンのサバークにも強そうだなっていう感じがしております。はい、はい、続いてヒュース見ていきましょう。これがね結構面白そうな性能をしてるんですが、ひっくり返した後の自分の駒でキャラ駒でない駒にランダムで2つエスクードを召喚すると。そのエスクードスキルなんですがカウンターですと。ひっくり返した時に通常特殊を 80% を返しまして、コンボスキルが 1.4 倍から 1.6 倍で上昇、コマ数多いほど効果が大きくなりますと。なので後半になるにつれて強くなっていくタイプですね。はい、そして本体のコンボスキルに戻りまして、このキャラも含め自分のマゴマ1枚につき通常ダメージの 20% の特殊、最大 100% となっておりますということで、これがね結構面白そうなんですよね。ついに来ましたね、カウンター召喚駒で。そしてコンボスキルがバフということでマナグリ適性をね、
持っておりますね。なのでマナグリで基本的には使っていきたいと。あとあれ面白そうですね、属性条件なくてマタンでやる必要はないんで、魔獣前のねあのペルちゃんリーダーのディアンツィエルとかが入ってる、魔獣殴りデッキに入れても面白そうだなとは思いますね。まあ、一応ね属性条件ないんですけど、本体のコンボスキルがね自分のマゴマス依存なんで、まあ、デッキはできるだけマヨリの方がいいのかなとは思いますね。はい。でね、このカウンターを召喚するっていうことなんですけど、これがね結構厄介そうですね。 80% っていうなかなかな値返してくるし、これがね2枚出るんですよ。でしかもこれ返したくないって言って放置するとバフコンボ繋がれるっていうね、なかなか強そうですね。これがコンボ動線上に出ると本当に厄介そうですけどね。でコンボスキルがね自分のマガモス依存っていうのはさっき言ったと思うんだけど、そもそもスキルでねこれ召喚してコマ数2枚増やしてるんで、コンボスキルともね噛み合ってるんですよ。なんでそこら辺も含めて結構面白そうかつ強そうな駒だなと思います。はい、はい、続いて見ていきましょう。スキルはマタン条件の罠ですと、通常と特殊を 130% を返しますよと。でコンボスキルはリベンジですね。マタン条件のかつリベンジスキル10枚条件、なおかつ盤面の駒の総数が10枚以上で発動と、直前の相手ターンに受けたダメージの 55% の毒ダメージを与えますという風になっております。ということでこれね先に言っときたいんですけども、上級者向けの駒です。というのも、コンボスキルですねにリベンジスキルを持つ駒が10枚以上っていう条件がついてると思うんだけど、これがねリベンジデッキっていうデッキがあるんですけど、もうそのデッキを組む前提の条件なんですよね。でじゃあ果たしてそのリベンジデッキが組みやすいかっていうと、組みやすくないし、おすすめするかっていうとおすすめはしないです。はい。というのもリベンジデッキがそもそもねそんなに強くないっていう現状があります。現状ね、もしかしたら今後強化が入って強くなるかもしれないけど、お世辞にも今の状態だと強いとは言えないですね。はい。なので、これ当たった方に関しては多分スキルメインで使ってあげる方がいいかな。スキルに関してはリベンジ条件ないんでちょっとコンボはね使えなくなっちゃうんだけど、スキルメインで使っていくっていう手が一応ありますね。でスキルに関してはマタン条件なんで、全てマゴマで組めば、発動はしますと。でおすすめで言うと、まあ、そのデッキセットの吉野に入れたりとか、あとはそうですねアレスかな、超駒パレードを引くんであればアレスがね、リーダーでリペアっていうスキルを持ってて、罠を待機状態に戻すっていうねスキルがあるんで、これでねこの駒のスキルが2回使えたりするんで、まあ、そういう組み合わせも強いのかなとは思いますね。でまあここからはリベンジが組める方向けなので上級者向けの話なんですけれども、これリベンジちょっと入らないかなっていう気はしてますね。というのも、まあ、罠を選択するんであれば他の回復罠とかの方がねリベンジにとっては相性がいいっていうのと、あとまあ攻撃的にしたいんであれば一応10日のエルロージュっていう選択肢もありますし、ただシンプルにね枠争いが激しいんですよ。あそこって激しいって言い方はちょっと違うかな、激しいってよりかはまあ強い S 枠がね結構定まってるんでね、そこってまあ村正バスバリで相性いいでしょ。でしおりはもう外せないフィニッシャーなんでね。でサスター社も強いね。でレビアターも強いでしょ。であとは回復穴とかね、さっき言いましたけど、で温泉セクメントとかいろいろね結構いますんで、あそこの枠って。なんでその中で入ってくるかっていうと、まあ刺されば強いですけどね、割と厳しいのかなって感じが現状はしてます。はい、はい、続いて見ていきましょう。スキルがチャージコブですね。混合条件で 1.4 倍スタートの手駒に持っていると毎ターン 0.4 ずつ加算されて最大 2.5 倍まで上がりますと。でコンボスキルが自分のキャラ駒1枚につきアタック 1.25 倍最大 1.8 倍となっております。ということで、まあ、スキルがねコブということなんですが、混合デッキに使えるコブ枠でいうと一番強いのはやっぱ10日のメイですよね。10日のメイが、無条件のコブ 1.8 倍で3200ぐらい出るんですけども、レイジさんの場合はチャージが必要なんですよね。で 1.4、1.8、2.2、2.5 なんで3ターンチャージが必要なんですけど、マックス出しても確か3125とかで、火力が落ち着く感じですと。あれって思った方今いると思うんですけど、あれメイちゃんが無条件の 1.8 倍ですぐ3200が出せるのに、こっちはチャージが必要で3ターン待たないといけなくて、3ターン待ってもメイに追いつかない、無条件の駒に追いつかないのってね思った方いると思うんですよ。なんで火力面に関してはどうしてもちょっとね劣ってしまうんですが、これね HP 見てほしい。2320、これは竜駒の HP ではないです。はい、もはや魔の S 駒クラスの HP を持ってきてますというところなんですよね。なんで関係性としてはね、バハムートとエアに近いかな。うん、あのバハムートの方が火力高いんだけど、エアが HP 高くてかつ安定感があるんだよね。なんでそっちが選ばれるんだけど、今回の場合はメイちゃんの方が火力高いし、で安定感もねあるんですよ、あの無条件なんで。
でしかもコンボスキルが 1.7 倍で貫通するんですよねっていう強みがあるんですけど、レイジさんはもう HP ですね、とにかくステータスに振ったような、性能になっていますと。ただこの HP めちゃ高の代償がね結構でかかったのか、火力が相当下げられてますね。もうさっきも言ったように無条件のコマにフルチャージで追いつかないっていうのはあんまりないのでちょっと意外だったんですけど、まあ、ただステータスにとにかくまあ振りたいっていう方は採用してみてもいいのかなとは思うんですけどね。それかもういっそのことをどっちも入れちゃってもうデバフをさせないっていう今後組むのはありかなと思いますね。はい、まあ、でも単純にね初心者の方に関してはコブ枠ってねそんなに多くないんでね、なかなか貴重なところになるんで、これを持っておくとそのデバフにね対抗したいっていう補正の時に持っておくと便利なんじゃないかなとは思います。はい、はい、続いてカラマル見ていきましょう。スキルが竜ターン条件のダメージフィールド、3ターンの間奇数ターンは盤面の外周以外、偶数ターンは盤面の外周のマスにダメージフィールドを発生させますと。でこのフィールド上に駒を置くと、自分相手の両方のキャラ駒1枚につき400の火炎ダメージ、最大1200の火炎が入りますと。でちなみにダメージフィールド側に置くと、1000の追撃がね、入りますよという感じになっております。はい、でコンボスキルが竜ターンの下級ですね、HP 70% 以下で、自分の竜駒1枚につき500の火炎、最大2500となっておりますということで、もうこれねスキル分ね多分初心者の方からすると何これってねなってると思うんですけども、まあちょっとできるだけ分かりやすく言うんですが、そもそもねオセロニアの盤面は 6×6、 普通のオセロはね 8×8 なんですけど、オセロニアは 6×6 で戦いますと。で、そもそもねスタートで4枚あるんで、まあ周りに2周あるわけですよね、外周と内周がねあると思うんですけども、そこのダメージフィールドの発生場所っていうのが外周か内周かっていうのがターン数によって入れ替わっていくんですよね。それが奇数ターン偶数ターンで交互にね入れ替わっていくんですけど、そのダメージフィールド発生したところに置くかどうかで発生するダメージが変わります。はい、このダメージフィールド上に置くとさっき言ったね火炎ダメージ、自分相手の両方のキャラコマ1枚につき400、最大1200の火炎ダメージが入るよと。で、ダメージフィールド外のところに置くと普通にね線の追撃が入るよっていう感じになっています。でまあ火力に関してはダメージフィールド上に置くと最大1200で、それ以外だと1000になっちゃうんで、まあ、基本は、ダメージフィールド上に置く方がダメージは出るんですが、このゲームのベースはオセロなんで、もちろんね盤面の戦略とかもあるわけですよ。なので無理やりずっとダメージフィールドに置いてると盤面が不利になったりとかねする場合もあるので、結構上級者向けのスキルですね。間違いなく初心者向けのスキルではないです。はい、でもう一つ上級者向けっていう理由がありまして、これね火炎デッキで使いたいんですよね。そう、このスキルどこで使いたいですかっていうと火炎デッキで、妥協ラインで暗黒か、まあ戦撃ぐらいですね。マジで妥協ラインですね。なのでそのデッキ立ちってね簡単に組めるかっていうとそうではないので、そこも含めて上級者向けっていう感じが、しますね。まあ、ただダメージ自体は3ターン1200でこれにバフが乗ってくるんで、まあ、結構いい火力は出そうな感じがしますね。ただまあスタメンは厳しいかもしれないですけども、この火炎のね、まあ、ちょっと燃やしづらい盤面になったりした時にそこの安定性を上げるって意味では採用してみても面白いのかなとは思います。はい、はい、S5 マラスト立川を見ていきましょう。スキルは雷戦ですと。獲得している戦機の種類数に応じてダメージが上がっていきますと、2200、2600、3200、3800まで上がりますと。でコンボスキルが戦機解放ですね、上から順に1100、1500、500、1400と全部1でマックスですね。ということで、まあ、これを一言で表すんだったらコンボスキルが戦機解放になったライカ、はい、詰まるところ強いです。はい、なんですけども、まあ、単純なスキルコンボスキルの火力っていうのはライカの方がさすがに上になってくるんですけども、まあ、戦機解放にすることによってねダメージ値を分散させたりとか回復ができたりとかねありますと。まあ、スキルに関しては単純にね抑えめになってるんですけども、まあ十分強いと思いますね。なんでロイヤルでね採用圏内かなと思いますし、カップ戦でもね出番ありそうですし、あとシーズンマッチに関してもね駒が足りてない方は採用してみてもいいのかなと思います。はい、とまあここまでね喋ってきたんですけども、最近始めた方は雷戦だか戦機解放だか何を言ってるか分かんないと、いう方いらっしゃると思います。はい、ということで初心者向けの解説をするんですが、一言で終わります。上級者向けもうこれにつきますね。というのも、まあ、上級者向けというか、さっきのねマゴマのなんだっけリベンジスキルコンボに持ってた風間宗也で名前あったのかな、はい、っていうのをまあさっき紹介したんですけども、そこで、コンボスキルのリベンジ10枚条件っていうのは専用デッキがあってね、リベンジデッキっていう専用デッキがあって、まあ、それ前提なんだけど、まあ、スキルは最悪、無視して使えますよっていう話をしたと思うんだけど、
このコマに関してはもうその専用デッキがないと発動しない。さっきみたいに一部を無視して使えるとかがね一切ないんですよ。でなんでかっていうとね、このスキルとコンボに書いてあるんだけど、戦機の獲得種類数とか戦機の個数って書いてあるよね。でこの戦機ってじゃあどっから出てくるんだっていう話ですよ。そう、これがね鍵でして、戦撃デッキっていうねデッキがあるんだけど、そのデッキのリーダーがね専用スキル持ってるんですよ。それのだからこのリーダーがないと戦機がそもそも発生しなくて火力がねゼロになります。はい、なので普通のデッキではまず使えないっていうところなんですよね。そう、じゃあそのリーダーたちはどこで出るんだという話なんですけども、2体ねいるんですけど、1体目の入手方法が、今来てる強豪パレード、このガチャから一応出ます。はい、シンシアっていうキャラクターがいるんですけど、それが花鳥風月っていう専用スキルを持ってます。でもう1体がパックを買う、はい、なんだっけな、ほのかか、ほのかっていうマスターオブフラッシュだったかなっていうねパックがあるんだけど、そこに、限定のキャラクターのねほのかっていうキャラクターが入ってて、まあ、それをリーダーにすれば最悪使えます。なんで、まあ、このキャラが推しでどうしても使いたいっていうんであれば、そうだな、まあ、デッキを組むか、まあ、後々ねその戦撃デッキが組めるようになって使える時を待つかっていう二択になります。はい、っていう感じですね。さあここから英語も見ていきましょう。ということでスキルが紙10枚条件の2ターン 20% デバフと、でコンボスキルも、紙10枚条件でボルトヒールですね。 HP 減少していないほどダメージが上昇する最大2000の打撃、 HP 減少するほど回復量が上昇する最大1600と、なっております。ということで、カップ戦向けかな、まあ、普通にシーズンマッチでもねあのバフ補正だったら、1枚ね刺してもいいかなっていう感じはするんですが、まあ、基本はカップ戦とかで使っていくような感じの性能かなと思いますね。あとはロイヤルバトルの転結の枠にね入れてみてもいいんじゃないかなとは思います。結構、ね、優秀だと思うんでね。まあこのシンプルなデバフにコンボスキルがね安定感のあるボルトヒールで A チーンっていうね貴重なインなんで結構強いのかなとは思いますね。で神10ってことなんで今回入れてる神の S ゴマたちとも一緒に使えるんでね、そこで組み合わせて使うのもいいんじゃないかなと思います。はい、はい、続いて近道いきましょう。スキルが神単条件で500の代償を受けて1800の雷撃を与えると、でコンボスキルも神単条件で1000の特殊から始まって、自分の神ゴマ1枚につき250上昇して最大2000と、なっております。ということで個人的には若干評価高めですね。というのも神単の順耐久がね結構僕使うんでそこに入れたいなって思ってるんですが、まあ、普通に転結にね1枚刺してみても強そうだなと思いますし、で感覚としては、10日のラサスですね、はい、固定1500の雷撃のラサスがいるんですけど、あれね代償受けないんだけど、まあ、もうちょっと火力欲しいなってね思う時があるんですよ。でも火力欲しいなと思って、アイドルセメレーってコマがいるんですけど、あれが1400の代償を受けて2400なんですよね。火力はもらえるんだけどその分代償も重いんで、そのちょうどいいところ、はい、500代償で1800ちょうどいいね、その間の性能が来たなっていう感じですね。なので個人的には結構好印象かな。はい、でコンボスキルもラサスと違ってね中盤でも使えるようなコンボスキルになってますんで、3手目とかに打ってね、まあ、スキル適当にポンって打ってコンボスキル次使おうかなっていう感じの動きもできますよということなんで、個人的にはかなり欲しいなというところですね。カップ戦でも強そうですしね。はい、はい、続いてヨウダロ見ていきましょう。スキルが魔獣枚条件で3ターン 20% のデバフと、でコンボスキルが魔獣枚条件で相手のキャラ5枚1枚につき500の特殊最大2000と、なっております。ということでこれインがね人道院でかなり貴重なんですよ。なのでカップ戦では重宝しそうな気がしますが、ただね人道院マイナスの時って魔獣枚いってる側結構ね、まあ、神寄りのデッキが強くなるイメージ、とはいえね3月のカップ戦では魔獣が結構強かったんですけど、まあでも神獣の方が、神獣というかね神寄りの方がね強いことが多いと思うので、まあめちゃくちゃ活躍の場面が多いってわけではないと思うんですが、一応ね取っておくといいのかなと思いますね。あとシンプルに3ターン 20% でコンボスキルもね扱いやすいものなんで、バフ補正なんかにね1枚刺していくといいんじゃないかなっていう性能をしておりますという感じですね。はい、はい、続いて見ていきましょう。スキルが特殊ダメージですね。神6枚条件で HP 99% 以下で発動と、なので初手には置けなくて、まあ、基本的に2手目以降に置けるような性能ですね。2ターンの間800の特殊ダメージを与えて、与えるダメージが毎ターン400上昇と、でコンボスキルが神6条件の相手のキャラコマ1枚につき450の特殊最大1800の毒ダメージを与えると、なっております。ということでスキルに関してはね800、1200なんで合計2000が入りますよという感じになっておりますと。で同心持ってきてるんですよね。この同心も貴重で、で神6なんで神10から魔10まで広くいきますよと。
いう感じですね。なんでザ・カップ戦強ゴマっていうところになっております。でまあ初心者の方でも扱いやすいんでね、で幅広くいけるんで、その神と魔が混ざったバランスデッキをね作るときに、パーツとしてね採用するといいんじゃないかなと思います。はい、ハラスト見ていきましょう。スキルが神獣の下級となっておりまして、3ターン700の火炎ダメージを与えると。でコンボスキルが神獣条件かつ盤面の駒の総数が10枚以上で発動の、2500の火炎ライフバーストになっております。ということで、まあこれもカップ戦向けですかね。シーズン末ではあまり使う機会ないと思うんですけども、カップ戦だとね人道院っていうねあの貴重なところ持ってきてますし、で人道院下がると神寄りのデッキがね強いイメージですよって話したと思うんですけど、神獣条件なんでねそこも噛み合ってますよというところです。ただ一個心配なのが下級でねどうしても火力がね結構抑えられちゃってるんで、あのカップ戦強豪まで貴重な枠とはいえ、まあまりにも火力が低いと採用されないんでね、あの過去に匠アルディーニっていうね駒がいたんですけど、それがその例かな、代表例な気がするんで、まあ同じ道を歩むかもしれないなっていう気はちょっとしますけども、まあでも基準のところで下級でね貫通できますしっていうところなんで、まあ取っといて損もないと思います。はい、はい、ということでここからはイベント情報を見ていきましょう。まずはガチャですね。はい、ということで新駒マップ、こちらは、満遍なく欲しい方、とりあえずワートリーキャラね、いろんなキャラ欲しいなって人はこっちを引きましょうと。そして特にこのキャラクターが欲しいっていうキャラがある人はこっちのピックアップ、これを活用することをおすすめしますと。で、この2つのガチャはですね10連ごとに、コラボキャラが1体確定となります。まあ、これは S ゴマじゃなくて A ゴマも入るんでね、そこは注意してください。はい、そして今回ですねログインするだけでこのコスト10のね A ゴマもらえますということで、性能もね初心者の方に扱いやすい性能なんでね、ぜひ取ってください。そしてイベントをクリアしていきますと、こちらの S ゴマもねゲットできますよと。そして他にもこんな感じでいますよと、ドン。はい、こんな感じでねゲットできるキャラクターいますんでね、これも確保しておいてくださいと。特におすすめなのが、左下の魔属性の、なんていうのこれ、影浦雅人かながおすすめです。はい、上級者の方も、まあ、カップ戦で出番がね、ある可能性があるのでこれは取っておいてください。はい、そしてねもちろんこれもありますということで、プレイヤータグ、そしてスタンプ、スキンパーツということで、まずボーダーランク昇格ミッションということで、ログインするとボーダー C 級隊員っていうねプレイヤータグがね、まずもらえまして、そっからそのタグをグレードアップさせていくのか個別でもらえるか分かんないんですけども、まあとりあえずね S 級隊員をね目指して頑張りましょうと。そしてコラボスタンプ、決戦クリアとかね、していくとこの S スタンプゲットできますんでね、ぜひこれも取ってください。そしてスキンパーツ、これいいっすよね。でこのプロフィールキャラですね、このスキンパーツってね何種類かあのパーツがあるんですけども、カードフレームとかねネームプレートとかあると思うんですけども、この真ん中のキャラクターですね、これもパーツの一つでして、これがねワートリポイント交換所で、これなんて読むか分かんないんだけど、なんとか第2、これが交換できるらしいんだけど、ワートリポイント交換所って多分ですけど、これねあの間違えてたら申し訳ないんだけど、ガチャのポイントかな、そうガチャを10連引くとポイントがもらえるんですけど、多分それで交換する感じになるのかなと思いますね。でもちろん無課金でも、ゲットできまして、ミッションクリアすると、さっきのねコスト10の英語マのキャラクターがもらえますんでね、これもゲットしといてくださいと。これカードフレームかっこいいですね。カードフレームだけでも絶対取っておきたいね僕は。はい、はい、そして4月28日12時からはダメージチャレンジガロプラ迎撃戦が、ありますよということで、これもねクリアすることでね、10連チケット取れたりとか、プレイヤータグあったりしますので、ぜひねこれも取ってくださいと。そしてガチャチケット毎日1枚もらえますと合計18回分無料で引けます。さらにコロシアム、一定ポイントを取りますと10連チケットさらに1枚もらえますので、これもね絶対取り逃さないようにしてください。はい、そして、現在開催中なんですけれども、逆転オソニア公式ツイッターのねいちこちゃんが多分ツイートしてると思うんですけども、そのツイートをね、リツイートして3000リツイート達成でまずコラボキャラ確定のガチャチケットが1枚ね配布されます。そしてそのリツイートした人の中から抽選で5名様になんとコラボ記念ガチャ全キャラセットがね当たるかもしれないということで、これ当たっちゃったらねガチャ引かなくてももう全キャラもらえるんでね、はい、もしかしたら当たるかもしれないよということでね、ぜひ参加してみてください。はい、ということで今回紹介したワートリコラボ4月21日12時から登場となっております。ということで、いや楽しみですね。やっぱいいですねこの時期のね逆転戦のコラボね、いや本当に楽しみでございます。ということでこのワートリをねきっかけに始める方にちょっと言っておくんですけれども、一応5月1日からねオセロニア新シーズンが開幕しまして、そこでね超ゴマパレードっていう
めっちゃ強ガチャが来るんですよ。はい、なんでこのコラボをきっかけに始めてオセロニアの面でもね強くなっていきたいっていう方は、まあ、ここに全部使ってもいいんですけど、まあ、ちょっとね小駒に残しておくといいかもしれないですね。はい、というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。